平野紫仕様の再デビュー曲が K-POP 路線で大ヒット、トベがジャニーズ潰しを狙う。ジャニーズ事務所前副社長の滝沢秀明氏が設立したエンターテインメントカンパニー、トベ、タラント・オブ・ブレイブ・エンターテインマントが驚きの新メンバーを続々と迎え入れ、音楽業界を揺るがす会進撃を続けています。 その一翼を担うのが、18歳の大統立期を含む才能あるメンバーたち。また、戸部はファンクラブの回避を通じて、莫大な資金力を築き、高品質の楽曲制作に力を入れています。今回の記事では、戸部の動向と平野仕用の再デビュー曲が K-POP 路線で大成功を収める可能性について詳しく探ってみましょう。1。 トベの新メンバー。トベは元ジャニーズ事務所所属者を中心に新メンバーを迎え、エンターテイメント業界に新たな風を巻き起こしています。その中でも注目すべきメンバーの一人が、ジャニーズ JR として活動していた大東立ツです。大東はジャニーズ事務所に2019年7月に入所し、その才能を発揮していました。 しかし、2023年7月16日に同事務所を退所し、都米への介入を発表しました。大東は滝沢秀明氏のお気に入りとされ、その才能に期待が寄せられています。この加入により、ジャニーズ JR 内でグループに所属していなかったにもかかわらず、都米への介入が増える可能性が高まっています。 これはジャニーズ事務所からの離脱者が新しいエンターテインメントプロジェクトに集結していることを示唆しています。2、飛べの新メンバー続々。飛べの快進撃は大統率期の加入だけに止まりません。 以前からのジャニーズグループであるキングプリンスへの元メンバー、平野志洋と神宮寺優太たも飛部に加入し、さらに元ジャニーズ JR 内グループであるインパクト大津への7人も新たなグループ、イムップ、として飛部に加わりました。イムップへのメンバーたちは、ジャニーズ時代に CD デビューの機会を逃しましたが、新たなデジタルシングル、クルージン。 クルージンの世界配信により夢を叶えることができました。この楽曲は K-POP 界で有名なクリエイターたちによって制作されており、トベが新しい音楽路線に挑戦していることを示しています。3. トベの音楽路線。トベはジャニーズ事務所とは異なる音楽路線を模索しています。 ジャニーズ事務所での楽曲制作とは一線を画し、K-POP 界で成功を収めている著名なクリエイターたちが楽曲の制作に携わっています。特に、平野市要は韓国の事務所入りが噂されており、K-POP の要素を取り入れた楽曲を制作し、新たな市場に挑戦しています。これにより、 トベは従来のジャニーズ事務所の楽曲路線から一線を画し、新しいアプローチを試みています。4. トベの資金力。トベの快進撃を支えるものの一つが、潤沢な資金力です。トベはファンクラブ会費を通じて収益を上げており、すでに会員数は30万人を突破しており、18億円以上の収益を計上しています。 この資金は制作費に回され、高品質な楽曲の制作に貢献しています。特に、平野紫耀が再デビューすれば、その楽曲は大きな成功を収める可能性が高まります。戸辺はファンからの指示を受けながら、新たなエンターテイメントの形を築いているのです。 戸部は、滝沢秀明氏の指導の下で、多くの才能あるメンバーを迎え入れ、音楽業界に新しい風を巻き起こしています。特に、平野紫仕様の再デビュー曲が K-POP 路線で大ヒットする可能性が高まっており、ジャニーズ事務所の伝統的な楽曲とは異なるアプローチで、史上2丁、戦しています。戸部はファンクラブ会費を通じて蓄えた資金力を活かし、 高品質な楽曲制作に力を入れています。これからの飛べの動向にはますます注目が集まりそうです。